やべえ、ゴミスーペーゴミー、はい、ほったらかしてこんなに溜まりましたんで、まあ、玄関に溜めてるわけじゃない、今すぐ掃除してゴミをここに持ってきたけど、1週間以上分のゴミはこんなに溜まってんで、今から捨てに行きます。この空気洗浄機はお母が持ってきて、真ん中のとこへ、こんないっぱい、はい、どうも今週のパテモト協会でございます。というわけで、ただいまもう11時過ぎまして、少々寝起きが遅く、ただいまより大量のゴミを車にぶっ込んで捨てに行って、いろいろ買い物して帰ってこようかなと思ってます。というわけで、今日もおっさんの日常を流し目で見てください。というわけで、行ってきます。よし、乗せたって、3種類計5つ4000円。最近私喫煙者ですので、タバコをね買ってまいりました。それじゃ次の土地に行きたいと思います。行ってきます。よーし、業務スーパーで大量に肉買ってきました。結構な量ぐらいに買っちゃいました。肉食男子になります。というわけで、いろいろと買い物したんですけど、そろそろ帰ります。もう1時前やんけ。帰ろう。雨が降ってきた。やだー、もう牛肉買ってきました。牛肉焼き豆腐しようと思って、これね、これ焼き豆腐、焼き豆腐じゃなくて肉豆腐しようと思って。これ肉、これ何やったやろ、いろいろ買ったよ。ホルモンとか、牛豚バラ切り落としとか、あとまあステーキコンロとか結構買いましたね。結構反対向きにこう包まれてるか分からんけど、紅生姜買いました。はい、持ってきましたよ。これ持ってきました。ニンニクマックス、ガーリックパワー、はい、でこれレッドシーフード、これ今日食べよう。でこれ食べちゃおうと、これ今日食べちゃおうかな。というわけで、まあ、いろいろ買ってきた。はい、よっしゃ。で、CD たっぷり買ってきた。あとブックオフの290円のやつ10枚、コールドレインが2枚出てました。2枚置いてありました。ようわからん、あんましそんな好きじゃないんですけど、あの安かったんで買いました。あとこれエルレがかわいそうなほど出されてたんで、俺の持ってないやつはとりあえず買っときました。これとか、あーこれは当たりやったかな。ちょっと待って、これとでもどれだ、これね、3枚ね、エルレ3枚、かわいそうに290円。まだ誰か売ったのかな。エロコフランク、また1枚、これ持ってたかな、持ってないかわからない、とりあえず買いました。でこれもファクト、このファクト俺持ってない、多分かなり初期のやつ、
このファクトリー持ってないんで、よかった、売ってた。ロコフランコもう一つ、これ持ってたかもしれんけど、もう笑顔って買いました。で、ブラー。ブラーね。安かったんで買いました。でこれがちょっと興味あるかな、キラーズ、知ってるんやけどあんま曲聴いたことなかったんで、ザ・キラーズ買いました。はい、この10枚、ほいで ダイソーで、大丈夫か、これダイソーじゃねえわ、買ってきたタバコね、これと、これは結構おすすめなやつ、ダブルチョコレートとダブルバニラ、ダブルバニラの方が好きなんですけどね。でそれにちょっとこのダークタバコ、ダークファイヤーっていうハイタバコ、ダークタバコ、ダークファイヤーっていうこの黒タバコなんですけど、いつもこれ使わないんですけど、ネットで YouTube でこれとブレンドしてる人がいたんで買ってみました。違う黒タバコはよく知ってたんですけど、これなんか良さげらしいんで、ブレンドして、私はこういう感じですね。この3つをブレンドする。これ1、これ、これ、こっち、こっち。これを混ぜる。で、こんなんもまた、他のね、動画でね。ちなみに最近吸ってるのはこれです。チョイスが大好きなんだ。チョイス、一番チョイスします。いつもチョイスします。チョイスだけに。この、ブースター、エナジードリンクの味のやつですね。これに、このリコリスのペーパーに、メンソールのスリムフィルターで吸ってます。普通のメンソール好きの人とかだったらこれおすすめですね。そんなタバコを5つ買ってきたと。締めて4000円、普通にタバコです買うより安いから。でライターも持ってました、タバコ屋で。よかった、思ったより近いところにタバコ屋って。よかった、こちらにチュッパチャップスのタワーがあるんですけど、これが30個ほども食べちゃったんで、これをダイソーで買ってきました。で買ってきたんが、チューパーチャップス30本、いろいろこういろんな味買いました。レモンとか桜、マンゴースムージー、ハニーアップル、マロンラテ、そういう感じのやつ。うちのそのタワーに入ってないやつ、あれ意外にバリエーション少ないんで、コーラとかなんかその辺、ストロベリーとかラムネとかそんなしか入ってないんで、ダイソー行ったらそうじゃないのを買いたいなと思って買いました。はい、これピンクも桜ですよね。でこれ好きな人いいんじゃない、レモンケーキ、これ2個で100円なんで、ちょっと甘いもの食べたくなった時に食べようかなと思ってます。じゃあタワーに刺します。全然足りなかった、何本ぐらい足りひんや、2列とちょっと残ってるから、何本だよ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まだ25本ぐらい足さなあかんな、また次行ったら買いに行きましょう。3本で100円なんで、20、27本、それぐらいは今度買ってこようと思います。というわけで体重測定いきます。71.35 ですね。はい、かのかの青いの売ってますよ。はい、よし、というわけでただいまもう1時半、11時ぐらいからゴミ捨て行って、2時間半で帰ってきた次第でございます。この後レッドシーフードヌードルと、昨日の晩買って食わなかった寿司を食って、はい、ダラダラしたいと思います。というわけで手元協会こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。またねー。